参った。なんで急にこんなに降ってくるんだよ。髪セットする前でよかった。今日は暇かもしれんな。暇どころか、きっと誰も来ないよ。海もしけてきたし、今南東のいいうねりが来てんだよな。今日はやめときなさい。ちぇ、いらっしゃいま。すみません、雨宿りさせてもらえませんか。ときめきメモリアルガールズサイドセカンドキス、チャプター3、赤木和幸。今日こんなところにお店があったなんて知らなかったな。おや、では今日はたまたま。はい、この辺りを歩いてみたいなってずっと思ってて、それで今日は塾をサボって散歩してたら振られてしまったと。せっかくのサボタージュが散々だ。ええ、本当に。ここはもう長いんですか。そうですね、あの灯台が使われなくなってからだから、なんだかんだ長いかもしれません。おっと、こりゃ本格的だ。こんな時、あの灯台が役に立ったんでしょうね。あれは海の道しるべだ。迷った時、迷ってしまいそうな時などは大いに役立ったと思いますよ。今は役目を終えてのんびりしています。迷った時の道しるべか。うん、はい、喫茶サンゴ礁です。はい、あ、どうも、少々お待ちください、マスター。それじゃごゆっくりサボの続きを楽しんでください。はい、ありがとうございます。あと1分遅かったら制服もびしょ濡れになってたな。ここが喫茶店でっていうより人がいてよかった。お電話変わりました。ああ、どうも、こんにちは。こんにちはか。氷上君、気にしてるかな。氷室先生の登場でうやむやになったけど、やっぱりちょっと言い過ぎたような気がする。あ、はい、どうぞ。あ、すみません。いえ、すみません、ちょっと見えたんですけど、そのプリントに書いてある挨拶運動ってひょっとして。朝校門前に立っておはようございますって言ったりする運動のことですね。いや、つうかさん、じゃない、僕が言いたかったのはそういうことじゃなくて、僕の通ってる羽ばたき学園と、あと羽ヶ崎学園で月に一度交流会をやってて、その時に二校合同で何かできないかって話が出まして、これはいくつか出た具体案のうちの一つです。でも多分うちではやらないかな。ずいぶんはっきり言いますね。乗り気な生徒がほとんどいないんです。君も含め。僕も含め。挨拶をしたからって何がどうなるってわけじゃないし、っていうふうにその運動を提案した人にも言ったんですけどね。停電。じいちゃん、ろうそく早く。待ちなさい、今探してくるから。棚の上にあるから。あ、やっぱダメだ。ダメって何が。また腰痛めたらどうすんだよ。また大げさな。大げさじゃない、待っててよ、行くから。右から2番目じゃなかったか。うん、ちょっと待って。あった。すごいな、急な嵐と停電なんて。まるでナンパ船だ。あ、
キャンドルの明かりも加わって、いよいよ本格的だ。すみません、お騒がせして。大丈夫ですか？ええ。僕よりあなたの方が大変そうでしたけど、平気でした。何のことでしょう？かなり慌ててたから。ああいうサプライズが苦手なのかなって。誰だって驚きます。逆に、得意な方がいらっしゃるんだったら、ぜひお目にかかりたいですね。はい。はい。僕、ああいうの案外平気なんです。だから？いえ、別に。お目にかかりたいっておっしゃったんで。やっぱり違うのかな。今度は何です？いや、年上なのかなって思ってたんですけど、それはないかなって。それどういう意味だ？あ、すみません。失礼なこと言っちゃって。ああ、全然。大したことないですよ。じゃあ、担当直入に聞こうかな。高校生ですよね。まあ、あ、いや。挨拶運動ってひょっとしてって言ってたし。それはたまたま見たことがあって。あ、やっぱり知ってたんだ。いや、だから。で、学年は？つうか、聞けよ。聞いてください。お手すきでしたら、僕の話も聞いてもらえると助かります。まあ、了解。俺もその方が楽だし。うん。じゃあ、言葉遣いはこういう感じで。そういえば、君。学校名は言わない。どうして？幅学の制服着てる奴に誰が言うか。彼女と同じようなこと言ってる。お聞きになりたいことは以上ですか？でしたら、仕事に戻らせていただきますね。ごめん。ちょっと思い出し笑い。似たようなことを聞かされた覚えがあってさ。ひょっとして、羽学だったりしない？ノーコメント。ああ、そうだった。ちょっと言い過ぎたかなって思うようなことがあったら、君ならどうする？いきなりそう来るか。それで失敗することが多くてさ。わかる気がする。で、君も似たタイプなのかなって。それはない。そうかな？ないね。そっか。そうかな？しつこい。ごめんごめん。で、どうする？君なら。別に。ほっとく。相談した僕がバカだったってことかな？うん。俺もそう思う。こら、お客様になんて口の引き方をしてるんだ。いえ、僕の方からお願いしたんです。店員と客として話すより、同じ目線で意見を聞きたくて。そうだったんですか。はい。ぜひ、先輩の意見も聞きたいので、よかったら座ってくださいませんか。じゃあ、先輩として参加してみましょう。白髪はちょっと多いけどね。それじゃあ、僕もコーヒーを。ああ、いいよ。危ないから俺が持ってくる。じいちゃんは座ってなよ。新鮮だな。何がですか？テル、あいつの名前なんですけどね。彼にはいろんな事情があって、ここに友達を連れてくることができないんです。だから、あなたと普通に話してるのがどうにも不思議でね。そうだったんですか。またやっちゃったかな。またというと？実は今日この挨拶運動についてある人と話をしていた時に立て続けに言っちゃったんです。多分彼が気にしていたことを。なぜ気にしていると？彼の表情が一瞬ですけど、こわばった気がして。やっちゃったかもって思うよりも先に別れたんで、後からじわっと気になり始めたんですけど。なるほど。謝るタイミングも逃したってことですか。はい。じいちゃん。はい。ありがとう。あなたがどうしても気になるのなら、仲直りするきっかけを作ればいいんじゃないかな。
仲直りするきっかけ？これなんかとってもいいと思うんだけどね。挨拶運動。そう、君も仲間に入ればいい。ダメだよじいちゃん、こいつ乗り気じゃないってさっき言ってたし。さっきはさっきだろう。それに乗り気じゃないだけで嫌だとは言ってないねえ。まあはい。ていうか何がそんなに嫌なんだよ挨拶するのの。マスターの言う通り嫌ではないんだ。むしろいいことだと思っているよ。でもいざやるとなると、ああそっか、わかった。何が？恥ずかしいんだ。校門の前で登校する生徒に向かってにっこりおはようって声をかける、そんな僕は格好悪いんだ。僕の中でそれが本音ってこと。そう思ってる。着物小さい僕も今の時点で十分格好悪いけど。かっこよく見せたいって思うからかっこ悪いって思うんだろ。うん、そうかもな。演じてやってるくらいの気持ちでいればいいんだよ。にっこり笑っておはようなんて、そんなのやってりゃ嫌でもなれる。慣れすぎてどれが本当の自分なんだかわからなくなるまでやるのは進めないけど。やけに実感がこもってるけど体験談？冷めててまずい、入れ替えてくる。怒らせちゃったかな。あれは君に対しての感情じゃないから大丈夫。すいません、八つ当たりの的にさせてしまって。いえ、僕は平気です。そう言ってもらえると助かります。でも、テルの言ったことには一理ある。そう思いませんか？普段はやらないことをやるときは勇気がいる。きっと、何事もそうなんです。実際に僕もそうだった。マスターも？ええ。開店した日は緊張と恥ずかしさとで、いらっしゃいませって言葉がなかなか言えなくてね。やっと言えたと思ったら声が裏返ってしまって笑われたんだけど、その後は信じられないくらい自然に言えるようになった。このことはテルには内緒にしててください。祖父としての威厳がなくなりますから。わかりました。難しく考えるよりまずは一歩を踏み出してみる。自分が思ってるより案外スムーズにことが運ぶかもしれませんよ。あ、治った。無事に着眼したってところかな。さて、僕も手伝いに行ってこよう。待っててください。うんと美味しいのうちのバリスタが入れてますから。はい、ありがとうございます。今日はいろいろありがとうございました。どういたしまして。またいらしてください。こんな社交辞令真に受けることないから。ここまで来るの大変だろ。憎まれ口もいい加減にしないか。だって長々とお邪魔しました。それじゃあ。ここは君の道しるべになったかな。はい。そうか、そりゃよかった。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。それじゃあ。ありがとうございました。
僕もバカなお人よしってことだ。あれ、あそこにいるのってひょっとして、ん、ああ、どうかしたのかい。やあ、佐伯くん。いや、あ、やっぱり驚いたな。君本当に羽学の生徒だったんだ。なんだ、君たちは知り合いだったのか。なあ、この間偶然塾で会ったんだな。うん、塾で。あれ、声のトーンがこの間とは違う。接客してる時とも違う。そうなのか、世の中狭いな。ああ、そうだね、僕もびっくりだよ。ちょっといいかな。赤木。そう、赤木くん、話したいことがあるんだ、あっちで。構わないよ。ごめん、ひかみくん、ちょっと外すよ。ああ。俺があの店やってるってことは内密に。別に構わないけど。それだけ。じゃ、また寄らせてもらうからってマスターに伝えといてくれればそれで。また来るのかよ。君のおじいさんのおかげでひかみくんとの友情も深まりそうだしね。お礼も兼ねて。心配しなくても誰にも言わないさ。お待ちしております。やば、間に合わなくなる。じゃあな。そっか、どういう理由でなのかはわからないけど、ひかみくんの前での態度が演じてる彼なんだ。無理してるみたいだから早くどうにかなるといいけど。もう済んだのかい。ああ、まあ、みんな来た。うん、赤井くん、これからもよろしく頼むよ。こちらこそ。今日は正念場だ、気合を入れよう。僕の記念すべき初めの一歩だから。そういえば君、すごい天体望遠鏡を持ってるんだって。ああ、持っているが、どうしてそれを。日村先生から聞いたんだ。今度流星群の天体ショーがあるだろ、それを見たいっていう話をしたら教えてくれてさ。それで。ああ、それならばうちにとても素晴らしい天体望遠鏡があるんだ。見てみたいな。え、どんな。